はいどうも、しおみんでございます。平日のね、今金曜日のですね、7時50分ぐらいですね。7時50分でですね、通勤通学のラッシュみたいな感じでございますが、南海のですね食堂があるということでですね、どんなんか見に行きたいと思っております。この後ろにあるように3階までねいきなり上がっちゃうとですね、その食堂がありませんので、中央口の2階まで、行きたいと思っております。それでは。中央口通って、3階からやってないですが、道路1と南海そばのね、間の道をですね、ぐんぐん進んでいくと、南海のね、秘密食堂があるという、こんなところに本当に食堂があるのかという感じでございますが。こういうとこにあるんですよね。食堂営業中、行ってきます。3月の献立表。行きます。はいどうも、しおみんでございます。南海電車のですね社員食堂に行ってみましたっていう動画でございました。420円でしたね。420円で朝食食べてきましたが、難波のねこの都会のど真ん中で420円でですね、安くてですね、それなりの料理というのをですね食べれるっていうのは素敵なんじゃないかなと思います。もしね、南海ご利用の方、もしくは難波に来られた方でですね、気になる方は一度行ってみたらどうかなと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。